から線路で取れないのかな。ここがいいや。七夕来週やるよ。来週8、9。いた？あれ？まだやってんの？あ、雨小降りになった。はい、見ていただきました、ダグバです。こんにちは、ちょっと今回から、チャンネルダグバ 2.0 ということで、もうちょっと形式をですね変えさせていただいて、こういう格好でやっていこうかなっていう
ことであります。お付き合いいただけたら幸いです。で、今日見ていただいたのは三つ橋の駅の、今昔物語、なんか瀬谷の今昔物語やった時ちょっと評判良かったんで三つ橋編作ってみました。で、これ以外にもねちょっとね紹介しきれなかったものが結構あってですね、ちょっと面白いのが、間違えちゃった。昔とか画像とかいうのね、そこいろいろ出てくるわけでね、これ今直接表示してるのはこれダウンロードしちゃいけない写真とか著作権がついてる写真とかちょっとあると困るんで、直接ネットで表示してますけど、もうこれいろいろ出てくるんだよね、こうやってね。これなんか三つ橋駅だってよ、これ、だからこっち側が海老名方面の乗り場で、こっち側が横浜方面の乗り場だって、今でいうこっちは北口なんだよね。で、こっちは南口だったりとかさ、こういうのね、あるんだよ。白姫神社とかね、ちっちゃで、こういう、このね画像を調べるんであれば、三つ橋の昔画像とかね、こういう風に入れてもらうと、パラパラ出てきますので、もしよかったら見てみてください。これなんか懐かしいじゃない、これ三つ橋、まだ銀だこがあった時の三つ橋駅ですね。南口か、これ。そうそう。でね、これは見せていいやつだから見せちゃうけど、ドン。これね、これ見て。これさ、すごいんだよ。これ厚木街道、南口ね、これ。ここが厚木街道で、で、駅がここ下にあったのね。これすごいね。いつの写真なんだろう。だからこの辺が多分広瀬とか八百屋さんだったところなんじゃないのかな。すごいね。そう、こういうのとかもねあるわけよね。それとかね、これ見て、これさ、東原の昔のバス停、これこの写真見て、あ、ここにバス停あったわ、車屋ラーメンあったわと思い出した。これ懐かしいね。これもちょっと三つ橋というよりもどちらかというと希望が多かったけど、懐かしい。これ俺見たことあるもん。そうそう、車屋ラーメンがあって、こんなとこあんな狭い道バス通ってたんだね。それはいいんだけどさ、チャット GPT を使ってさ、三つ橋のね、三つ橋の名前の由来を教えて、ってやると、多分いろいろ教えてくれると思うんだ。何でも聞いてくださいって書いてあるからさ。これね、こういう状態。なんかもうバーって出てくるの、こうやって。こうやってね。二俣川村、津岡村、ちょっとこれ出そうか。あ、ウィキペディアから持ちてるだけだね。そうだな。二俣川村、津岡村、河合文、中川村、アクア部、
品の三村の境を意味するという説や、三つ京の境は、京は京橋であるというもの、旭区東久保ヶ丘の三景山長楽寺に関係した仏教の三つ京、三つってあの三つね、親密、秘密の三つに教える、密教にちなむなどがあるようですって、そうらしい。だから、これね、ウィキがこれ出していいんだよな。そうそう。こういうことをね、チャット GPT やってくれますというご紹介と、あとね、もう一個はね、これご報告なんだけど、密教の商店街あるじゃない、密教商店街ね、密教商店街の入り口にアジアンなんかフード屋さんみたいなお店になってるんだけど、なってたんだけど、なくなっちゃったんだよね、やっぱりね。あそこってさ、家賃が高いのかなんだかわかんないけどな、ほんと何やってもなくなっちゃうからね。まあ、一応ご報告でした。で、その隣にね、昔広瀬だったところが、青果市場みたいな名前で八百屋さんになったんだけど、あそこはね、流行ってるね。うん、まあ、そんな話です。で、まあ、こんな感じで、ちょっと、うんちく言いながら、まあ、お散歩動画と合わせて、こういう形で配信していけたらな、なんて思ってますので、今後とも、チャンネルラグはよろしくお願いいたします。次回お邪魔するのはあなたの街かもしれません。それではまた。